先ほど、愛病が恐れに旅立ちました。あーら、それはかわいそうに。はい。とても寂しいですが、明日ちゃんと葬儀をしてお見送りしたいと思います。気持ちを整理するためにここに吐き出させてもらいましたってことなんですが、あーでもね、やっぱね、いっぱい悲しんであげてください。ずっと思い続けるということが共に生きるということなんで、それはその実体としてね、存在がいるかどうかってことではなくて、ずっと思い続けることがですね、やっぱりですね、一番大事なことだと僕は思うので、僕もマロっていう、猫さんとすごい似ている、猫が実家にいて、僕が最初に飼った、猫なんですけれども、やっぱその子が亡くなっちゃった時はすごい悲しかったけど、なんか今でもなんかね、心のどっかにいるような、この本棚のこの辺とかに、なんかね、なんかひょこって実はね、出てくるんじゃないかなって思ってるぐらい、身近に感じてるので、身近に感じ続けるってことが、僕は一番いいことなんじゃないかなと思いますけど、なかなかね、すぐ気持ちを切り替えるっていう必要はないと思うんですけど、新しいニャンコをぜひお迎えすることをですね、お勧めしますよ。だから猫がなんで人間と仲良くできるようになったか、人間にこの愛されるように進化したかっていうと、人間の力を借りることによって種族をですね存続させるっていうために猫たちは頑張って進化したわけなんですよ。ってことは僕らが猫に従えることっていうのは、なるべくたくさんの猫を飼ってあげて、その子たちの命をどんどん次に繋いでいく、そういうのが僕は大事なことなんじゃないかなと思うので、野良猫とか保護猫とかいっぱい引き取ってあげて、多くの猫を幸せにしてあげるってことがやっぱり一番の恩返しになるんじゃないかなと僕は思います。はい。